マイクです。マイクです。さあ、すぐ始めます。コバモフモフさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ドラゴンスレイヤー伝説、PC エンジンスーパーシリーズの版やっていきます。今日はおそらく最終回です。ラスボスの、リベンジが今日のメインになります。まあ、前回は、あれですね、グロスト賞を、まあ、進んでって、まあ、もう、そもそもそこからラストダンジョンでした。モーサンとカズヤンアイスナウライブ。結構長いダンジョンを通り抜けて、まあ、なんとここにたどり着きましたね。気がつけばレベル41。前回はレベル41だったんですけど、ちょっとラストボスに負けたんで、まあ、ラストボスに負けたんで、少しレベル上げて、まあ、43にしました。あと、道具とかも、道具とかいろいろちょっとね、調整しました。前回のラスボスで。まあ前半はまあ良くて、で後半ですね。まあまあ、一応前半もあるんですけど、で、まあまだアイテムからか。まあアイテムまず範囲回復のやつと、あとこの密造酒。これが便利ですね。今まで着付け薬で回復してたんですけど、まあ、着付け薬の場合は1便利1なんですけど、これは全回復します。あとエリクサー。エリクサーは、ラストダンジョンの宝箱。なんか金色の宝箱に入ってて、まあこれ1人のヒットポイント MP 回復。で、これなんですけど、これの現地にもう一回行ったら宝箱マストなんです。あれですね。結局3個までは取れ、あそこで取れるっていう感じでしたね。何回でも取れる宝箱でした。なんで、エリクサーは3つ持っています。あと、ビスのキノコ。これも重要っすね。これで、これね、これ、前、1個あったんですけど、捨てちゃいましたね。で、もう1個取ってきました。ラストダンジョンの本館2階にありました。これがね、かなり重要で、あれですね。MP 回復ですね。MP 回復なんで、これかなり重要です。で、今、あれですね、ビスタの2みたいなやつが、移動中でしか使えないんです。これ戦闘中で使えるんで、おそらく後半戦に入ったタイミングで使おうかなと思ってます。まあ、一応そんなところですね。アイテムに関しては。で、あと呪文ですね。呪文も変えてきましたっていうのは、ベベタルをセラに変えました。これは、あれですね。素早さアップです。で、なんで素早さアップにしてるかっていうと、ラスボスは、最後のとこ回復しまくるんで、まあ、素早さを上げて、ラスボスの速さに打ち勝つ感じですかね。まあ、あとね、基本的にセラとインパス使ってる感じで、攻撃アトラスしか当たらないんで、まあ、もうアトラスに全振りしようかなって思ってます。作戦としてはそんな感じですね。で、まあ、これから始めるんですけど、その前にちょっとやりたいのがありまして、今回最終回なんで、あれですね、イセルハーサ一周の旅っていうのがあるんで、ちょっとそれやっていきましょう。ちょっとセーブデータ変えますよ。これ。一応これは、あれですね、ガービー戦の前のやつなんですけど、まあ、この状態で4人いるんで、この状態で一旦、場所だったっけな、スエルだったかな、スエル。一応説明はあんな感じで終わりです。はい。おそらく今回すぐ終わると思うんで、一応この辺も混ぜてやっていきますよ。さあいらっしゃい。世界三大名所巡りのクルージングいかがですか？で、これね、1万かかるんですんで。前は金なくてやめたんですけど、これやります。ちょっとこれ楽しんでいきましょうか。どういう感じで回ってるんですかね。皆さん本日はジーナ観光ツアーに参加いただき誠にありがとうございます。
本線はまもなく田島海へと入ってまいります。田島海とはご覧の通り、大小たくさんの島々が集まっておりますところから名付けられたものでございます。ちなみにここの卵も結局なんか使わなかったっすね。2はなんかドラゴンに乗れないっすもんね、そもそも。うん。この辺の旅をもうちょい楽しみたかったとこはあるんですけどね。皆さん右手をご覧ください。ラスタバンが見えてまいりました。ご存知のようにここラスタバンは呪文発祥の地として知られているところでございます。その昔賢者たちがここで呪文を研究していたと伝えられています。現在でウォンリークにありますシリカという村に移ってしまったということでございます。あー、こんなとこあったね。こんなとこあったの？あれ、ちょっとこれ前作ももうちょい見直した方がいいのかもしれないですね。前作もさ、あのドラゴンの霊状態結構いろいろ探索した方がいいのかも。これ今度暇があった時にやろうかな。田島会とかもあるんでしょうね。さあ皆さん、そろそろ、ニルキドがあります。うん、これはニルキドですもんね。バルアズス島へと近づいてまいりました。今から20年前、このニルギドに悪神アグニージャが現れ、世界中混乱に陥れたのです。シリウス国王をはじめとする4人の勇者たちがアグニージャと対決し、平和を取り戻してくれた場所として伝えられております。うん。まあ、ここは行ったから覚えてますね。この何の中に城しかなかった。皆さんはこの辺で船を止めますので、この歴史的な場所をゆっくりとご覧ください。おっと、今、城がなくなってますね。いきなりボス戦流れですね。皆さん、本線はラヌーラ王国へと近づいてまいりました。まもなくスエルへと到着いたします。バス船の準備をしてお持ちください。あ、これで終わり？本日は陣内観光ツアーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。ああ、まあでもあそこの一個間違ったっていうのは、ワンで言ってなかったっすね。なるほど。ツーじゃいけないですか？なんでこんなもの俺たちが持ってなきゃならねえんだろう。どうしてか、ガイドは切り出し、三大名所にも行けたし、1万ゴールでも損した気にはならないでしょう。では、じゃあ、ま、これはこれで OK で、じゃあやりましょう。ラスボス戦でございます。私が偉大なるファーゲスト帝国の皇帝ゴドウィン二世だ。貴様らごときがよくぞここまでたどり着いたと褒めてやろう。だがお前らの強運もこれまでだ。どこからでもかかってくるがよい。なんだこのドラゴンは。なんだこいつを。そんなやつを連れてきてもこの私の敵ではない。いや、成長したね、シンディは。だいぶでかくなったね、シンディなのね。こいつは父上のところによく来ていたドラゴンだ。ワンのシンディ、あのドラゴンがシンディだったのか。ワンのヒリュウがこんだけ成長したか。シンディ、一緒に戦ってくれるんだな。みんな行くぞ。で、変身のやつで人間になってたと、仮面のね。オッケー。まあ、あの顔は見たかったっすけど。すでは行きましょう。飛ばしていきますよ。どうしよっかな。インパスかな、ね、インパス。で、今回はね、ちゃんとね、装備してあります。大丈夫。前回、あの、装備するの必須なのかよっていう、オチだったんだね。インパスアップやつでしょ。
そう、オフィスやられると厄介ですね。バトラス戦。ちょっとそこだけ、攻め直しを。で、次は、スパイラス戦。で、突性は、なんでこいつの厄介なのは、あれですね。一撃必殺。ちゃんと。なんで、ある程度三つ星があるとやっぱ戦闘楽だと思います。で、ビス、あれですね、MP 回復1個はやっぱ必要ですね。そうすると、前半も楽。もしビスのあれがない場合は、あれですね。ない場合は、MP 温存してやってないんダメっす。まあでも MP 温存しても勝てますけどね。ただ、レースとか使っちゃうと思うんだよ。うわ、これ一回回復します。実質一回回復するんだ、こっち。オッケー。なかなか手応えのあるやつだ。そんだよ、この後。本気を出してやろう。8500ぐらいです。本当の力を思い知るがいい。こっちの体力とか一切回復しない状態です。厄介っすよね。アトラスは攻撃させとか、で、ビスのキノコ使って、あ、これ一人やん。マジか、一人だよ。いや、ってこと、インパス残しといたらよかったじゃねえかよ。じゃあ、フローラーにしときますか、これ。いや、一人だと思わなかった。ああ、じゃあ、やるときはあれっすね。インパスを残しときましょう。じゃあ、これ。うわ、さあ、オフィスあんのか。めんどくせえ。いやあ。いやー、もう何もするぞね。いやー、このアトラス狙いすぎだよ、今回。あー、でもエリクサもあんのか。そっか、エリクサもあるからエリクサ使っていこうかな。うん、エリクサね、あれですね。生き返らせプラス、一目で MP 回復だった気がする。シンディですらそれやってるの。シンディはもう三つ押しで良さそうですね。うん、ラウンドとか、何もできねえんだよ。で、やっぱいるか、買おうか一回。そして、ああ、やっぱ死んでると、ああ、死んでないとダメなんだ。なるほど。いや、いろいろとなるほどって感じですね。この回復。いやー、どうぞ。
返してやろうかな、7番。うん、よし。ブラムナ、うん。回復しとくかな。通ってるいいんじゃね。ナイスト攻撃いけん。いやー、どうしたもんかな。なんだ、攻撃を勝ってるから今んところは大丈夫っすよ。オッケー、ナイスナイス、シンディありがて、わあ、死んじゃったけど、これはチャンスと捉えますよ。アコラセ攻撃、ランドは、エリクサーでフローラ、うん、これで回復して全回復するな。素晴らしい、最強は。で、フローラは一回回復してからどうか。プラス攻撃、できた。じゃあ、ヘボシインパス行きましょう。で、ランドーさんは、ランドーさんは回復。アプラス攻撃、フローラが、ヘラで、アプラス。お前たちのような生身の人間がこの私を、これはご了承できないですね。まあしっかりアイテムを揃えておくってのが大前提だと思います。おやすみでございます。アトラ掃除目覚めの時間でございますよ。今日はお城で天眼石が行われる日でございます。さあ、お支度をなさってくださいませ。聖なる空間ってのは聖なる装備をまた装備し始めると。アトラス様、ついにこの日が来ましたか。王子様、この短い間で見違えるほどたくましくなられました。わしはもう言葉もございません。ラウェル、いろいろと心配かけたね。とんでもございません。王子様の成長を見守るのが私の役目であり、生きがいでございます。さあ、国王様がお待ちかねです。私は村の出口へ待っております。準備ができたら出発いたします。くれぐれも寄り道なさなさらずでお願いします。そう、スライムいじめもしないようにお願いします。そう、上様、いってらっしゃいます。国王様お待ちかねです。後ろに急いでください。ああ、じゃあ、城のアイテムとか取れんのかな、わかんないですけど。クラートルスさん、ちょうどいい、美味しいパンが焼き上がった。あ、ちょっと待って、道具屋じゃなくなってんじゃん、こう。こうして念願だったパン屋の仕事ができる王子様のおかげでございます。抜き屋だったのか。王子様、例の抜き屋なら、あ、ラーメン様に言われて塞いでしまいました。なあに、星が草で軽く塞いだけなの、また行ってください。いつでも取れます。さすがです。ランドーがいる。王子様ね、王様やったら絶対僕を嫌いにしてね。モンスターの姿見かけなくなって自信も来らんくなって。いや、平和っていいですね。おはようございます、王子様。行くわ、夜天下人。20年前のセリオ様に生き写していらっしゃいますが。ランド。ランドに話せって。すげえ未来。ようアトラス、いよいよ電感石。ランド。お前と一緒に旅ができて本当に良かったぜ。どんなに辛い時もお前がいればなんとかなる。いつもそう信じてたんだ。ああ、結構普通にいいやつだったっすね、何度も。前回のローとは依頼違いだった。俺たちのリーダーとしてこれからも頑張ってくれよ、アトラス王。よしてくれよ、ランド、アトラス王だなんて。今日だけアトラス王と呼ばせてくれ。
そしてみんながもっと幸せに暮らせるように泳がせながら俺も力になるぞ。なあに、明日になら今まで通りの付き合いで行くからよ。じゃあ行こうぜ。それでは王子、お城へ参りましょう。ワープで行くんだ。ワープで行くんだ。あんな出口まで待つ必要ないしね。ね、アトレス様、ドレイクさんもフラットさんも本当は良い方たちなのに、どうしてあんなに悲しいことが起きてしまったのでしょう。多分、そうだね、誰も悪くはないんだよ。最初にちょっとした誤解があっただけなんだ。でもその誤解が憎しみを生んで、お互いを傷つけ合うことにまでなってしまった。確かに人間は愚かな存在なのかもしれないね。そういえば昔、父さんが話してくれたことがある。アグニージャは愚かな人間たちを滅ぼすために現れたって。アグニージャがそんなことを？そうさ。でもね、フローラ。アグニージャは最後にこうも言ったんだ。人間たちに未来を託そうって。私たちが頑張って未来を良くしていかなければならないのですね。そうさ、僕たちにはこれから学んでいかなければならないことがたくさんある。確かに人間は愚かな生き物かもしれない。でもそれだけたくさんの可能性を持ってるってことなんだ。フローラ、これからも力になってくれるね。お手伝いいたしますわ。フローラと結婚するのかな、アトラス。争いはいつも小さなすれ違いから起こる。アトラス、心しておくのだぞ。そうだってほしいですね。で、城の宝箱が結局取れなかった。ありがとう、アトラス。これで正義が守られました。あなた方にとってこの機械は災いの箱。万能の力などもはや必要ではありませんね。女神か。さようなら、アトラス。私は全ての機能を停止して眠りにつきます。でもお別れではないのです。私の名はフレイヤ。いつでもあなたのそばにいます。祈りを込めて大地に種をまくとき、未知を恐れず大海に船をこぎ出すとき、愛する人と大空に夢を描くとき、いつでもあなたと共にあります。女神フレイヤよ、どうか力を与えてください。みんなが平和に暮らせるように、今よりもっと幸せになれるように、どうか見守っていてください。ローラ、ランド、みんなランド、ありがとう。シンディーのいる。シンディーのいる。シンディー。レイシアン。レイシアンが来た。期待しているわ。あなたならきっといい指導者になれる。ありがとう、レイシアン。これからは地上の人間と地底の人間が交流する
新しい世界が始まるんだ。エンドロールかな。いや、いいっすね。お、小さな太陽、やがて父を超え、大きな太陽として輝く。ああ、やっぱそうですね。ええー。おつでした。いや、楽しかった。楽しかったな。いやー、ボス戦は本当に歯応えありましたね、今回は。前作はそこまで苦労しなかったですけどね、ラスボス以外は。いや、今回は全てのボスに苦戦した記憶感じですね。ほぼ全てのボス苦戦しましたね。やっぱりラスボスは強かったっすよな。作戦立てないと無理でした、しっかり。あとやばかったな、毒使ってくるやつとか、気絶を2回やってくるやつとかも言いましたね。二人に対して気絶をやってくるやつ、マジであれ強かったっすよね。きつけ薬をもう、だもうほんと今回アイテムをきっちり準備してないとダメっすね。きつけ薬とかも必須ですもんね、ほんとに。で、まあ後半はあれですね、ネストなキノコだったりとか見てました。エリクサーがないときついっすね。回復しない、後半戦で MP 回復しないっすね。まあ、3つ確定でもらえるっていうのは、あれですね。そういうことですね。気づかないっすよね、あれ。だから3つあるのって。俺も、あれ、もう一回行って、やっと気づいた感じだったんで、どうやってエリクサー複数持ってんだろうと。あそこしか存在しないんですよね。で、ビスのキノコは2個しか存在しなかったし、1個捨てちゃったんで、1個取って、なんとか。まあ、ビスのキノコはいらなかったっす。あれは別にどうでもよかったっす。エリクサーが重要でした。うん。エリクサーが、まあ、3つあると、まあ、なんとか。ワンのキャラクターも一通り出てきました。あ、リュナンとか出てきたもん。リュナンってどこにいたんだっけ。いたっけ。ちょっとそれも思い出せない。あ、テクニカルマスター銀河マンネ。BJ もいい感じにアレンジされてましたよ。98番もちょっと やりてえなってこの辺は思いました。2に関しては本当に BGM が良かったので、安かったらやりたいっすね、ソフト自体が。もうそれ売ってんのかっていうのをちょっと見ないといけないですね。まあ、スーファミ版とかもあるんですけど、まあ、やるとしたらやっぱ、198番でしょうね。ファルコム、ハウスオンソフト。これまた、あれですかね、茶番があるのかな？ドラゴンスレイ1とか。ちょっとセレクトしてみますか、また。あら、今回茶番なさそうだな。今回茶番がなさそうです。じゃあ、これにて英雄伝説2、ドラゴンスレイヤー英雄伝説2は終了したいと思います。またのドラゴンスレイヤー6ですね。
では次は、ちょっと準備して、英雄伝説3をやりたいと思います。そちらセガサターンでやるんで、まあ、ちょっと準備が必要なんですけど、とりあえずそちらはまた後でやります。そちらも、見る方は楽しんでください。では、あとそうですね、英雄伝説4もやってるんで、まあその辺を、あれですね。一緒にできたらいいなと思っています。まあ次は、ガガーブ編3、4、5ですね。5だけは最後にやりますんで、まあよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。次の配信でお会いしましょう。